して、オートポリスでもですね、単走優勝を果たしたマシンではありますが、さあ今 V の方を見ていただいています。野村健、そして野村圭一の方ですね。30年近く、はい、そしてもちろん初年度から出ています。そしてずっと最後まで4ドアの DR34、 あの引退をここオートポリスでスカイラインでした黄色いマシン、はい、お台場マシン、はいはいはい、あれがこの実はグリーンのカラーのそのマシンそのものなんです。実はその車なんです。これを息子圭一に渡してライツで戦っていたと。しかし今年からいよいよライツでは新しい2ドアをこれ投入して戦ってというところでした。うわーこれが謝るまでは帰られんばい。今その息子圭一が本当にねライツで、だから両者がもちろんガチで戦うことはシリーズの中では機会もなかったんですけども、はい、初めてですねこの D1 の中でこのオートポリスという場所でやっと再現ができるとすごいな、はい、実現いたしました。そうですね、ずっとあの D1 の中でもモーターを後半はやっぱり、ね、はい、息子がやってましたから、で自然に気がつけばやっぱりドリフト選手に息子はなってましたから ね、はい、さあということで親父かせがれか勝つのはどっちだ。すごいな、いよいよ野村親子の対決、ドリフトデモランではありますがガチの対決になります。うわすごい、この親子先ほど話をいたしましたけれども絶対どっちも勝つということを言っていた真剣勝負。さあこんなことができる親子が本当に羨ましいというところでもありますけれども、今そのマシンどうしたの ER34、 この4ドアのマシンとそして2ドアのマシンでの対決、どちらもエンジンは 2JZ 搭載、仕様としてはほぼ同じ、タイヤもおそらくダンロップの G3 を履いた同じ状態だと思います。さあ今セットされました、いよいよスタートということになります。今両者がセット。野村健先行。後追い。野村圭一。このコールをしたのは初めてで今スタート。さあ行く。同じスカイラインのマシン。野村健に対して野村圭一が入っていく。さあ近いところ。しかしまだ。まだ逃げ切っていく。最後まで入りきれていない。いや野村健も行く。いけてるかもしれない、まだ いいっすね。いや、またでいいじゃないですか。いや、どこ飛び出るかわからない状態だったんです、実は野村健、はい、普通に見て、はい、なんですか、普通に見て普通です。普通に見て普通でした。意外と普通でしたね、はい、これでも今、多分つけるならばイーブンですか、上本さん。そうですね、いいとこと悪いとこと、はい、あったんで、差し引きでもそうですね含めてということは、そうしておきましょう。まずはこの1本目、イーブンだ。イーブンか。いや、逆にイーブンっていうのは相当親父が頑張ったと思うぞ。もしかしたら逆に言うとこれ息子は現役選手ですからね。そうです、完全に現役ですから。これサドンデスはないんですよね。サドンデスはないですないです、決めてもらいます。あ、よかったです。ガチで決めますもん。ということは入れ替えの2本目で決まります。今度はこれ野村健が後追い、真剣にこのオートポリスでやるのは本当に久々じゃないですか。久々ですから。いやだから本当に現役の時にここオートポリスで走ったね、あの時が引退ねする年が4年前、最後ちょうど4年前が最後ですから、それ以来言ってましたから ね。さあということでどうやら入れ替えの2本目ということになる。
野村健 VS 野村圭一、この史上最大の親子喧嘩ともいえるどちらが上なのか。さあ今度は野村圭一が前、そして後ろから野村健、さあついていけるか。さあ息子に対してついていきたい、そして飛び込みたい。さあ親父の意地を見せられるか。どこ行く、どこ行く、どこ行く。危ねえ、危ねえ。あーダメだ、ダメだ。野村健撃沈。いや勝負あり。これ言うまでもあります。はい、いいです、大丈夫です。結果は、はい、結果はいただきました、はい、大丈夫です、はい、いやー危なかったな、うん、危なかった危なかった。あれでもね、ぐしゃったらもう、いやいや、チャレンジしたんです。すごいっすね。はい、チャレンジしたんです。ということで審査出来前で結果発表をしていきたいと思います。野村さんなんていうんや、はい、いやいや、これはそれでもよく当たらなかった。当たったら結局直すの同じ人ですからね。そうですね、2台ともね、自分とも車ですから。いや戻ってまいりました、グリーンのマシン野村健、そして青い方、こちらが野村圭一。さあ降りてきたら結果発表いたしましょう。素晴らしいデモランをしてくれたことになります。しかし両者2人にとっては本当にガチの戦い。おそらくこういった形の中で皆さんが見守る中で結果発表、この親子の対決というのは多分初めてではないかなというところだと思いますが、さあ両者降りてまいりました。いや喜んでいる。いやこれが野村圭一、 DNA ってすごいな。さあそれでは結果発表です。野村健 VS 野村圭一、史上最大の親子喧嘩、勝ったのは野村圭一。おダダこねてる、ダダこねてます。いやー初の対戦、そして勝ったのは野村圭一。はい、一言お願いいたします。あ出ないかな、あマイク出ないかな、どうでしょう、はい、今まで、はい、親子対決は、まあ、何回かやって、はい、あのプライベートとかでですね、はい、で今のところ勝ち知らずでした。なるほど、勝てなかったんだ。何やってもやっぱね、はい、父ちゃんは強かったんですよね。なるほど、はい、はい、それを、はい、このオートポリスのこんな大きいサーキットで走らせてもらって T1 の中で、はい、はい、やっと勝ちました、ね、いや見事でしたけれどもね、本当にね、それでもまあ大したことない後追いだったような気がしますけどもね、野村圭一の方もまあ現役ですからね、ここはもうね、いよいよ親父を超えたと言っていいですね。ありがとうございます。はい、さあというところで残念ながら負けてしまった野村圭。ね、4年ぶりぐらいですよ、まともにやったの。そうです、4年ぶりです。はい、はい、で何週かは練習させてもらったんですけど、はい、本当は走るの嫌で、はい、嫌で嫌で断りたかったんですよ、はい、でどうしてもやっぱりこう盛り上げてくれということで、はい、参加しましたが、やはりやられました、はい、でもね、しっかりとしたまず先行の走り、そして後追いも果敢に攻めていった上での失敗というところで、はい、その精神は現役の頃と変わらないその走り、皆さん多分ね認めてくれると思います。大きな拍手を与えてください、あげてください。本当に素晴らしいデモランだったと思いますよ。なんだこなんだこの親子、ね、日曜日はコテンパンにやるんですよ。もう一回やるですね。明日もやんの。明日もじゃあやりましょうか。明日なしだったけどやる、やる、わかりました。じゃあどんな力持ってんね。じゃあ今のところ1勝0敗、1勝野村圭一というところでね、明日がどうなるかということになると思いますんでね、また明日ぜひ、いい走りしていただきたいと思います。本当に素晴らしい対決を見せていただきました。この野村親子に大きな拍手をお願いいたします。どうもありがとうございます。面白かった、藤本です。さあというところでなんかえらいえらい V ができてましたね今。そうですそうです、もうね、もう昨日お父さんの方が負けて、はい、今日えらい悔しがってましたよ。そうなんで今日ですね、今回ですね、はい、日曜日が本番で、はあ、ドス積みました。え、はい、
もうドスで勝負決めてます。マジで積んでんすか。はい、で後追いポイントは、はい、貝本さんがもちろんつけてくれるということになってますよね。おお、本気のやつだ。ね、はい、そうです。だからこれガチでマジでおいきます。もう今の審査基準と同じで、それでいきます。うわ、このまま今設定変えられませんから、このままちゃんと。おお、それでだからちょっと多分点数的には90点ぐらいしか出ないかもしれませんけどいやすごい楽しみだね。はい、これ本当に野村家の中でどっちが一番か、すみません、どっちがどっちなんですか。はい、説明いたします、はい、4枚の白とグリーンの方、はい、これに野村家が乗ってます。あ、野村さん、これもともと野村家の車です。ほう、でこれが引退した時の年の黄色いマシン、あ、そのものです、はい、でその後それにライツで、圭一選手が乗ったんですが、はい、今今年、ライツで圭一選手が乗ってるのは2枚の2ドアの方の白に青のマシン、ほうで現役車両であり、はい、現役ドライバーが野村圭一ということです。白青の方が息子せがれが乗ってると。そうです。じゃあ D1 車対ライチ車ってこと。そうですね。すごいですね。ということになります。はい、さあということで、どうやらカップを燃えて普通に戻ってまいりまして、本番さながらまずはスタート地点に並んだ両者、それでは1本目参りたいと思います。 ER34 ウーバーに乗る野村健 VS そして ER34 のこの2ドアのマシン野村圭一、さあ今スタートしていくというところ、ぐーんとまずは1コーナーに飛び込んでくる野村健、そして後ろから野村圭一、近いところにいる。さあ野村健に対して近いところにいる。さあ野村、綺麗に煙を出しながら、ものすごい煙を出しながら立ち上がっていく。2台が揃えた野村家のツインドリー、揃ってたER34 のこんなツインドリーもう見れないですよ、なかなか。いやー、これはもうただのユーラスデモランになってるな。まあ、そういうことですね本当にツードア用モダ用エアロもあるよっていう、はい、さあというところで、これどこまでの今点が入ったのか、ストレートはだいぶ速度を抑えてですね飛び込んできたんで ね、だいぶねドスの得点がおそらくね92点とか3点とか出ればいいんですけどもね、切り取ってみたらすごくいい走りの、ね、いい追走になってましたからね。なってましたね。はい、しかもタイヤも同じです。Z3 です、はい、ダウンロップの Z3 入ってます、ね、はいはい、これだからお客さんにとっても参考になる、うん、まあ、走り屋が、ね、いればね、はい、そうですね、ドリフト好きな人がいたら参考になる状態ですから、さあというところで出ました、まずは先行ドスの得点93、野村健、そして後追いドスの得点92、後追いポイント 7.5、 93対 99.5、 圧倒的に息子圭一のこれはリードアドバンテージ、 6.5 リードです。 6.5 取ったな、取りました、 7.5 後追い取りました。もう先行93に対して92、しっかりちゃんと、ね、ちゃんと出てますね、走りしてるってことですね、ちゃんと出てますね。あと1ポイント 7.5、 さあこれを野村健親父が取り返すことできるのかどうか、 6.5 の差、これ埋めるのは結構至難の技ですよ、やはり言うても現役です。はい、さあこれに対してもう何年も前に引退したこの野村健、本当にドリフト自体を引退することになるのかどうかさあ、なんとしてでも負けたくない。そうですね、ガチな勝負は2本目今スタートしていく。さあ野村圭一が前、後ろから野村健、さあ近いところからまずは圭一が振る、そして野村健が入る、野村健が近いところを振り返す、下げる下、入っていく、入っていく、いいところ、いいところ、それでもついていく、煙の中なんとかついてったというところ、美しい、いいじゃないですか、美しいじゃないですか、いいじゃないですか、同じようなもんじゃないですかなんか若干これ後追いポイント差になりますよ、大体似たようなもんですよね、ね、厳密につけるのかな、厳密、いや多分つけたと、でもドスが出るからね、厳密に、じゃドスが厳密なんで、ドスが厳密ですね、多分厳密につけたと思いますよ、これ大体は同じようなもんですよね。いやというところで、さあ帰ってまいりまして、入れ替えの2本目が出たところで結果発表になります。ここで結果発表、はい、ここで結果発表ですねしかも決勝みたいじゃないですか、なんかガチでちゃんとやってますからね、これ。さあ戻ってまいりました、2台のスカイライン、野村ワングランプリ第2戦ですよね、はい、そうです
やこの両者の対決どういうことになるのか分かりません。いやこれ一度この降りてきたこの二人、野村親子、野村健、そして野村圭一、なかなかデモランとしては本当になかなか見れないこのガチな親子対決に皆さん今一度大きな拍手をお願いいたします。この両者、いやいい戦いでした。まだ結果は出てません。さあどういうことになるのかどうか、あ出ました2本目、これガチでちゃんと言いますよ、はい、1本目の差 6.5 でした。そして入れ替えの2本目、先行野村圭一、トスの得点92、あと野村健、トスの得点86、あと1ポイント 3.5、92に対して 89.5 昨日見たぞこれ、ということは昨日見たぞこれ、ドスでやってもやっぱりダメだった、勝ったのは野村圭一死んだ いやーということで、画面も作ってあるのいいよね。まずは見事に勝ちました。はい、優勝おめでとうございます。野村圭一勝ちましたよ。ありがとうございます、はい、あの昨日ちょっとしょっぱい追走で勝ってしまって、はい、今日はもっと近づいて、はい、みんなに楽しんでもらいたいなっていう気持ちで頑張りました。あと追いポイント 7.5 ちゃんとあの貝本さんが入れました。ありがとうございます。もうこの後追いポイント差ですよ、はいはい、これって賞金出ますかないです。ないんですか。ないです。なんだじゃないで。でもめちゃくちゃ嬉しいです。あの2人で走れたことがそうですよ、ね、めちゃくちゃありがたくて、これが本当の、ね、シリーズの中でやりたかった一つではあるんですけどもね、はい、それができなかったというところで、でもね完全に打ちのめしました、はい、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。今までありがとうございました。師匠、僕は旅に出ます。どこ行くねん。もうこれでもう一言お願いしますよ、野村さん。はい、野村ピエンピエンじゃない。でも野村さん、ね、4年ぶりぐらいにまともに走って、はい、追走なんかほんと久しぶりで、いやだけど野村さん、まともな追走でしたよ。いや、もう前に車を降ると怖いとです。やめろ。しっかり煙の中ついてったんですよ。で、本当にこの追走、はい、親子追走、はい、出るのが本当に嫌で、嫌だったんですよね。断ってたんですけど、はい、実際走ると、はい、楽しいね。ですよね、はい、で、やっとですね、今日になって本当にいい走りできましたね。できてません、まだ。まだですか。こんなもんじゃなかったですよ、実力は。じゃあこんなもんじゃな。ということはまだ認めてない。で、明日またリベンジを、はい、明日勝手に2人でやっといてください、本当にね。いや、ということでですね、でも素晴らしいデモランという形をしていただきました、この野村健、そして野村圭一に今一度大きな拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん良いお年を。いやいや、終わってない、終わってない。まだ早いかな。終わってないよ、本当に。いや、本当にありがとうございます。いや、本当に素晴らしい戦いでありました。もうね、形になってましたからね、ね、N1 グランプリとしてね、はい、N1、これ N1 グランプリっていう、これ2人しか出れないじゃないですか。そうですね、本当にもういうところでね、なんとかね、あの形にはなってよかったかなとね。昨日がちょっとね、なんかよくわからない中でドスつけるとドスつけると思いますよね、はい、ちゃんとね、はい、まあ、それ通りの結果だったかなという感じでもありましたけれども、まあ、それでもね、僕もね、あの野村さんのね、やりたくなかったって気持ちは分かりますよ、本来は。現役ですからね、やっぱり息子。そうですよ、息子に負けちゃいますからね、これ。負けても勝ってもなんか微妙ですもんね、はいはい、そうなっちゃいますからね。でもこのスカイライン同士の対戦って本当にね、見た目もいいし、はい、いいですね、はい、今なかなか見れないですもんね。さあ、という形の中でもう余興ではありましたけど、いい予感でした。はい、デモランをやっていただきました。ありがとうございます。